感じですわ。トゥルトゥルです。ちょっとアンティーク風にしたいなと思ったんで、ある程度このムラがあった方がかっこよくは見えるよな。おお。はい、ということで今からこのランダムサンダーで今から僕が削っていきたいと思います。仕上げていきます。何しかね、ちょっとね寒いんですわ、やっぱり。汗かけやね。これして汗かけるかな。とりあえずまあ一旦やっていきます。感じですわ。トゥルトゥルです。ただ一個言うのは腕がすごいだるい。まあとりあえず一旦これでランダムサンダー完成いたしました。次は塗装していきたいと思います。はい、ということで最終工程塗装。今回はねこいつで吹き上げ塗装っていうのをやっていこうかなと思っております。ちょっとアンティーク風にしたいなと思ったんで、こっちの染み込み系で今回は行こうかなと。それでは塗っていきます。さっさっさっさ。ほんなら最初は中から塗っていこうかなと思ってます。パーッとこう行きます。ほんでこっからもうさっとさっ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 とで、こういう風に吹き伸ばし、こいつをこうもう吹き上げる、こういう風に。まあ、とりあえず今ハケで全体的にこうやって塗ったんで、で今これ使ってるんが一応まあホームセンターとかで売ってるこういうウエスなんですけど、まあその100均とか行ってもこんぐらいなんかでっかいウエスっていうのが売ってるんで。まあそれでも全然大丈夫です。マッキーさん、これなんていう色なんですか？これはね、チェリーっていうちょっと赤っぽいやつかな。あ、うん、でこういう風にさらっと拭いていくと、見てください、これこの感じ。マッキーさん、これどのぐらいで乾くんですか？匂いはちょっと残るけど、もう乾きで言うたらもう今もう触っても大丈夫なぐらいで。一回触ってみ。え、いいっすか？うん、大丈夫かな、うん、あ、全然全然大丈夫っすね。うん、でもサラサラしてるやろ。はい、いい感じ。で、これをとりあえずまあ色にムラが出ないように僕はこれをきっちり拭いていきたいと思います。はい、うん、知らん間にここまで濡れてきてもうてるけど、めっちゃいい色してますな。あ、アンティーク感出てきた。はい、そやろ。マッキーさん塗装うまいっすよね。そうやろ、俺塗装の神かな思って。塗装屋さんに怒られるわこっから全部この色に変わっていくんですね。そう、ほんまにそういうこと。じゃあマッキーさん頑張ってください。いや、もっと頑張るよ。オッケー、とりあえず完成品までお楽しみに。マッキーさん、おうおうおう、ね、今真剣。
いよいよラスト1面ですね。そう、ラスト1面はもうこれ最後や。おお。だいたいここまでまあ来たに、まあ40分ぐらいかな。頑張りましたね、うん、結構頑張ったやろ。でも見てこの変わり映えってやっぱすごいよな。めちゃくちゃ綺麗ですね。色を入れるだけでこうやって染み込みでな、こうやって今こうやって拭いてるやん。もうこれもうさっきからずっとこれの繰り返し。もう、いい感じよ。ちょ、拭いていって、拭いていってや。よくいい感じよ。最高やろ。あれやな、マキは。これ結構早めにウエス変えた方がいいかもしれんな。あ、マジで。そう、結構これつきっぱなしやったら。ちょっとやばいか。うん、せやな。拭き取るっていうか、ただ伸ばしてるだけになっちゃうから。はいはいはい。うん、まあけど、こういうムラがある方がな、やっぱ。アンティーク感がなんか、そうそう。なんか、その、ペインキとかだったらエイジングってあるけど、オイルのエイジングって感じやな。そうやな。まあある程度このムラがあった方が かっこよくは見えるよな。ほな、今これハッツンが加工してくれた棚板一回入るかやってみましょうか。おお見てください。どうですこれ。もう動きません。もうきっちり固定されてます。すごい。ハッツンありがとう。もう一枚もあるし、もう一枚もいい。もう一枚、もう一回やる。一枚いきまーす。おお。よきちゃいますかこれ。よくない。完璧やな、これ、ええな。あともう一回これを塗装して、塗装してやっていこうかなと思います。ほなら次はハッツンが扉の加工を今してくれてるので、次はちょっとそれを見に行こうかなと思います。では、ハツーさん、ハツーさん、はいはい、マッキーさん寝てるんですけど、なんか見る。せーの、オープン。100人超えたらプレゼント企画とかもやろうと思ってますんで、高評価、チャンネル登録よろしくです。よろしくです。ホロTVでした。